日本埼玉県埼玉市見沼区島町等町は埼玉県埼玉市見沼区の町名。現行行政地名は島町1丁目、島町2丁目及び島町。住居表示水市地区。郵便番号は337-0006。本校では島町の前身で現在も残存する大浅島とその前身である島村についても述べる。 埼玉市見沼区の北部の大宮台地上に位置する。一部島川からの解析国による定置持ち内の中央部にある。現在の東、大宮や春、丘などの周辺同様、農地が広がっていたが、全域が市街各域に指定され、島町東部土地区画整理事業によって、東側が住宅地となった。また、西部でも、島町西部土地区画整理事業によって、 道路の建設が進んでいる。かつては江戸期より存在した武蔵国足達軍南部領に属する島村であった。村高は商法年間の武蔵国伝園坊では175国余り、元禄号町では235国余り、天保号町では244国余りであった。商法元禄年間や京法年間に新田開発が行われていた。スケ号は 日光成海道大門宿に出役していたが、教法、官法、法歴年間は、水害被害に見舞われがちな上田谷寮の村に代わり、中仙道大宮宿にも出役していた。火星期の世帯数は45件で、村の規模は、東西12町、南北18町であった。見沼に、餅天神殿を漁していた。堀崎村、砂村の間や砂村、 本郷村の間に飛び地を漁していた。2017年9月1日時点の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内に鉄道路線及び鉄道駅はない。鉄道利用時は JR 宇都宮線東大宮駅や東部の打線七里駅を利用することになる。ありがとうございます。